Kevin 老师的日语绘画课第二课单字 Home Home 辞書辞書雑誌雑誌新聞新聞 News News ノートノート手帳手帳名刺名刺カートカート鉛筆鉛筆ボールペンボールペンシャープペンシャープペン鍵鍵キーキー時計時計腕時計腕時計傘傘カバンカバン CD CD テレビテレビビデオビデオラジオラジオコンピューターコンピューターカメラカメラ車車自動車自動車自転車自転車机机テーブルテーブル椅子椅子チョコレートチョコレートコーヒーコーヒーお土産お土産プレゼントプレゼント英語英語日本語日本語中国語中国語指示代名詞例句聽力練習第16頁1番これはミナさんの本ですこれはミナさんの本です2番この本はサントスさんのですこの本はサントスさんのです3番それは久保田さんの辞書ですそれは久保田さんの辞書です4番その辞書は久保田さんのですその辞書は久保田さんのです5番あれはワトさんの手帳ですあれはワトさんの手帳です6番あの手帳はワトさんのですあの手帳はワトさんのです7番どれは山田さんの時計ですかどれは山田さんの時計ですか8番どの時計は山田さんのですかどの時計は山田さんのですか9番これは手帳ですかノートですかこれは手帳ですかノートですか文法例句听力练习第17页1番私は辞書が欲しいです私は辞書が欲しいです2番みなさんは雑誌が欲しいですみなさんは雑誌が欲しいです3番山田さんは辞書が欲しいです山田さんは辞書が欲しいです4番ワンさんは新聞が欲しいですワンさんは新聞が欲しいです5番あなたは時間がありますかいいえすみませんちょっとあなたは時間がありますかいいえすみませんちょっと6番すみませんがボールペンがありますかはいありますすみませんがボールペンがありますかはいあります7番失礼ですがシャープペンがありますかいいえシャープペンがありません。
失礼ですが、シャープペンがありますか？いいえ、シャープペンがありません。8番、なります。学生になります。学生になります。医者になります。医者になります。教師になります。教師になります。私は教師になります。私は教師になります。山田さんは銀行員になります。山田さんは銀行員になります。お世話になります。お世話になります。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。お金こそ欲しいです。お金こそ欲しいです。時間こそ欲しいです。時間こそ欲しいです。こちらこそ。私こそ。そちらこそ。あなたこそ。こちらこそ。どうぞよろしくお願いします。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。どうぞよろしくお願いします。はい、そうです。いいえ、違います。これはあなたの本ですか？はい、そうです。失礼ですが、あなたはヴィナさんですか？いいえ、違います。私はワトです。第二十页、综合例句练习。一番。これはヴィナさんの本ですか？はい、そうです。これはヴィナさんの本ですか？はい、そうです。2番。それは韓国語の辞書です。いいえ、これは日本語の辞書です。それは韓国語の辞書です。いいえ、これは日本語の辞書です。3番。あれは何の雑誌ですか？あれは車の雑誌です。あれは何の雑誌ですか？あれは車の雑誌です。4番。それは誰の車ですか？これはケヴィン先生のマサラティです。それは誰の車ですか？これはケヴィン先生のマサラティです。5番。これはワトさんのですか？いいえ、私のではありません。これはワトさんのですか？いいえ、私のではありません。6番。このオープンカーは誰のですか？私のです。このオープンカーは誰のですか？私のです。7番。あなたは時間がありますか？あなたは時間がありますか？8番。私は教師になりました。私は教師になりました。9番。これからお世話になります。これからお世話になります。10番。いえいえ、こちらこそです。いえいえ、こちらこそです。11番。私はあなたのお金こそが欲しいです。私はあなたのお金こそが欲しいです。12番。あなたは私の財産こそが欲しいですか？あなたは私の財産こそが欲しいですか？第21页、绘画小剧场。これからお世話になります。はい、どなたですか？520の金城です。挨拶から来ました。こんにちは。私は金城です。台湾から来ました。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。これはスターバックスのコーヒーです。どうぞ。そうですか。いただきます。ありがとうございます。第22页、口说练习、看图说故事。例。これは何ですか？これは私の iPhone 6です。1番。これは何ですか？これはカメラです。2番。これは何ですか？これは時計です。3番。これは何ですか？こ
これは本です。4番、これは何ですか？これは傘です。5番、それは何ですか？それはお土産です。第23页、問題2、6番、これは誰の車ですか？これはケヴィン先生の車です。7番、これは誰のノートですか？これは田中さんのノートです。8番、これは誰のカバンですか？これはカリナさんのカバンです。9番、これは誰の手帳ですか？これはケヴィン先生の手帳です。10番、これは誰のノートですか？これは山田さんのノートです。第24页、看图说故事、口说练习。これは中国からのお土産です。え、何ですか？生の豚肉です。すみません、これはちょっと。それは何ですか？これですか？これは会社からの誕生日プレゼントです。そうですか。その車は田中さんのですか？いえ、違います。誰のですか？あ、すみません。私のです。